川内浩君、川内君。おはようございます、川内でございます。院長や理事の先生方のお許しをいただいて、2年半ぶりに、国会で発言をさせていただきます。本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げます。今日は主に食料供給困難事態対策法案の23条24条を罰則の関係について、ご教示を賜れればというふうに思っておりますが、その前にこの委員会に今議題とされております3法案、食料農業農村基本法の関連として、議題となっておるというふうに認識をしておりますけれども、食料農業農村基本法というのは、食料農業農村政策審議会での議を経て、農業の憲法として、今回新たな基本法になるというふうに聞いておりますけれども、農業大事だねと言うと、みんなそうだね、そうだねとおっしゃるわけでございまして、誰も否定はしないわけですね。だけど、委員長、大臣ね、私思うんですけど、食料農業農村基本法と、言葉の並びですね、食料農業農村基本法。私は思うんですけど、言葉の並びってすごく大事で、例えば成長と分配なのか、分配と成長なのかとかですね、さまざま議論になるわけですけど、農村があるから農業があり、農業があるから食料が生産されるということを考えると、言葉の並びとして、農村、農業、食料、基本法、あるいは農村農業食料政策審議会とかですね、そういう言葉の並びの方が持続可能性というものが追求していけるのではないかと。この前、消滅自治体が将来的に744自治体になるよという政府としての発表があったり、あるいはおとといは警察庁からですね、一人暮らしの高齢者の方が孤立し、あるいは孤独死を、この1月から3月までの間に1万7000人しているよという報告があったりですね、その中には農村にお暮らしの一人暮らしの高齢者の方もたくさんいらっしゃったのではないかと、分析が必要だろうというふうに思うんですけれども、やっぱり農村の持続可能性というものが、何よりも農業や食料というものを考えるときに大事になるのではないかというふうに思うとですね、この食料、農業、農村という言葉の並びを、今一度議論しっかりした方が良いのではないかというふうに思ったりするんですが、そこでちょっと役所の方に教えていただきたいんですけど、食料農業農村基本法、あるいは食料農業農村政策審議会という、この食料農業農村という言葉の並びは、議論されたことがあるのでしょうか、これまで。この並びでいいんだと、なぜならこうだからだというですね、そこをちょっとまず教えていただきたいというふうに思います。杉中総括審議官。食料農業農村基本法の題名につきましてでございますけれども、1999年の現行基本法の制定時にとっておいて、まず基本法について国民全体の目線に立って政策を展開するという観点から見直しを行っておきます。そういう形で題名およびですね、施策の並びにつきましても、まずは国民の立場から国民の生活に必要な食料が安定的に供給されなければならないこと、また国民に対してですね、大変重要な外部経済効果である多面的機能が発揮されなければならないということをまず位置づけた上で、
こういった食料供給機能と多面的機能を発揮するために農業の持続的が発揮されなければならない、持続的発展が図られなければならないことが次、また最後に農業の持続的発展の基盤である農村の振興が図られなければならないという議論の基づきまして、並びにつきましても食料、農業、農村という順番で、法制定することが適当であるというふうな議論が行われたところでございます。また今回の基本法の見直しにつきましても、このような国民の下に立った食料農業の政策を講じるという基本的な枠組みは維持することが適当であろうという判断のもと、世界食堂の食料需給の不安定化など、国内外の情勢変化に的確に対応すべき必要な見直しを行うべきという議論を踏まえたものでございまして、法律の名称についてもこのまま維持をするということが適当であると判断をしたところでございます。川内君。ちょっと私、今回の改正についてですね、議事録とか、審議会の議論の経過は見たんですけど、そんな議論されてました？この言葉の並びで良いのだろうかという議論、いつされたか、ちょっと教えてもらえますか。杉中総括審議官。審議会におきましてもですね、まずこの法案につきましては、現行法前提にこれを改正をすることで必要な見直しを行うべきという議論が行われたところでございます。川内君。だから現行法前提にと、食料農業農村基本法という言葉の並びについて、これ哲学に関わると思うんですよね。農政のもう根源的な今のご答弁を聞いておりましてもね、だからこの言葉の並びについて、もう一度私はしっかりと農村の疲弊などを見ておりますとね、しっかり議論をした方が良いのではないかというふうに思うんですけれども、大臣ね、私がいきなりこんなことを言ってですね、大臣が今答弁求めて、川内の言う通り検討するよとか、そんなことは言えないでしょうから、受け止めるぐらいちょっとご発言いただければありがたいんですけれども。坂本大臣。連日ニュースで流れますパレスチナのガザ地区の食糧難案あたりを見ていますと、空から食料を給油されます。やはり国民の皆さんたちにいかにまず食料を安定的に届けるのか、これを私たちは農林水産省としては第一の使命としてやっていかなければいけないというふうに思っております。その上でやはり食料を確保する、そのためにはやっぱり農業が当然必要である。その生産地域として農村がなくてはならない。これはあくまでも順番ではなくて、並列に考えながら、その中でやはり食べることの重要性というのは私は十分に大事なことであり、この並び云々について言えばですね、この食料農業農村基本法で私は適切であるというふうに思っております。川内君。大臣のお立場としてはそのようなご答弁になろうかというふうに思うんですが、今大臣のご答弁の中で一律同じなんだと、同じなんだというご答弁があったわけで、そういう意味ではですね、農村をいかに守っていくのか、あるいは消滅自治体がこれからものすごく増えていくだろうという中にあって、食料をそれこそ国民のために確保する、そして食料を国民のために確保するための農業というものを持続可能なものとしていくためには、農村がまず持続可能性を持たなければですね、それは全て絵に描いた餅に終わってしまうわけで、そういう意味で申し上げさせていただきました。大臣には受け止めるとおっしゃっていただけなかったことは残念ですが、おそらく受け止めていただいたんだろうと勝手に解釈をしたいと思います。なぜなら全部一緒だからだと、全部大事なんだというふうにおっしゃっていただいたからでございますが、そういう意味でこの食料供給困難事態対策法の中にある罰則ですね、農村に住まい、農村で、農業を生業とし、そして、
食料を生産していらっしゃる方々に、まあ、食料危機、食料供給困難事態に立ち至ったときに、さまざまなことをお願いする、要請する、指示するという中において、罰則をかけるという条文が、困難事態対策法案の中には盛り込まれているわけでございますけれども、まあ、過料と罰金という2つの類型があって、まあ罰金というのは、刑事訴訟法上の手続きになるわけですけれども、まあ、犯罪になるわけですね、まあ、前科がつくわけです。で、さまざまな影響が出るわけでございますけれども、この食料供給困難事態対策法案というのは、昨年、農林水産省に生産、流通、消費や法律やリスク管理などに関する有識者や関係省庁を構成員とする不足時における食料安全保障に関する検討会が設置をされ、不足時の対策に関する基本的な考え方や求められる対策、現行法令による対応の可能性、関係省庁の役割等について検討され、検討結果が取りまとめられて、本法案につながっているというふうに、聞いております。今日は衆議院の調査室の方に来ていただいておりますので、ですね、この法案の検討過程の中で、どのような議論が行われていたのかということについて、調査、分析をしていただいているのでですね、いくつか教えていただこうというふうに思います。検討会においてはですね、罰則に関連して、届け出指示義務違反については、罰金ということに本法案はなっているんですけれども、この検討会ではですね、この罰金というのは、刑事訴訟法の適用になるんですよというようなことが、農水省から説明をされ、議論をされていたのでしょうか。公表資料の中から分析していただいて、お答えいただきたいというふうに思います、はい、衆議院委員の農林水産委員会専門委員。お答えいたします。検討会の議論については、議事概要と取りまとめが公表されておりますが、その中には刑事訴訟法の適用についての言及はございません。河内君。刑事訴訟法についての言及はないということですが、あと、第4回検討会の議事概要の中の担保措置、第4回に担保措置を議論しているんですけれども、その中のある発言でですね、罰則公表の話も出ていたが、ある種の規制の担保措置は必ずこういったものになるという理屈はないと、今回は既存の他の法制を見て、こういった措置なら無理がないだろうと判断することになるというふうに、議事概要の中に出ております。また、取りまとめの中の罰則等の法的な担保措置の項目においては、罰則に関して、要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から、報告徴収に対する虚偽報告や、立ち入り検査の受け入れ拒否などについては、他方の例を踏まえ、罰則、括弧罰金を設けることが妥当と考えられるとされるとともに、計画作成の指示に対して届け出がなければ、確保可能な供給量を確保できず、計画変更作成の必要性も判断できないことから、計画作成の指示違反についても同様に罰則、括弧罰金を設けることが妥当とされておりますというようなことがですね、議事概要や公表資料の中に出ているわけでございますが、今、私が申し上げたこれらの議論の経緯というのは、調査室の分析でも同様の分析であるというふうに理解してよろしいですかね。委員の農林水産委員会専門員。ただいま川内先生からご紹介のあったとおりの議論というふうに承知いたしております。川内君。で、じゃあですね、本法律案では虚偽報告や
検査妨害に対する制裁は行政罰である過料にとどめる一方、要するに検討会では両方罰金だったんです、両方罰金だったんです。ところが本法律案では虚偽報告や検査妨害に対する制裁は行政罰である過料にとどめる一方、計画届けでの義務違反に対する制裁は刑罰である罰金として、いらっしゃいます。政府は部会などでもですね、国民生活安定緊急措置法や石油需給適正化法などをの並びで、計画届での義務違反に対する罰金を設けたというふうにご説明をしていただいているわけですが、これらの法律において虚偽報告や検査妨害には過料、計画届での義務違反には罰金という、この食料供給困難事態対策法案と同じ法律の立て付け枠組みになっているのでございましょうか。委員の農林水産委員会専門員。国民生活安定緊急措置法と石油需給適正化法におきましては、虚偽報告や検査妨害に対しては過料ではなく、計画届出義務違反に対する20万円以下の罰金よりも重い1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科すこととされております。これらの法律の罰則と本法律案の罰則を比較いたしますと、虚偽報告や検査妨害と計画届出違反とでどちらが重いのかという点が逆になっております。河内君。大臣、逆になってるんですって。だからこの法案はこの法案で考えたというふうにご説明されるんでしょうが、じゃあですね、例えば、新型コロナ禍のですね、令和3年に感染症予防法が改正された際、入院の拒否、あるいは疫学調査の拒否に対して設けられる罰則が、政府提出法案の罰金からですね、議員修正により、過料に改められたという経緯がありました。この、新型コロナウイルス感染症下のですね、感染症予防法の改正時に、過料と罰金の違いについて、どのような議論がなされたのか、また、罰金がですね、過料へと修正されたのは、違反に対する制裁として、罰金では重すぎるためであったのか、修正の趣旨などについても、当時の国会の議論をですね、調査室の方からご説明をいただきたいというふうに思います。委員の農林水産委員会専門員。お答えいたします。まず、過料と罰金の違いとして、過料の多くは一定の法律秩序を維持するために法令に違反したものに対する制裁的処分として課されるものなのに対し、罰金は一般的にはより違法性の高い行為を犯罪行為と捉えて、これに対して刑罰として課されるものである旨の政府答弁がございました。次に、警察の関与について、過料であれば警察が関与することはない旨の政府答弁がございました。また修正案提出者からは、刑事罰を導入し警察が関与することになると、これは本当に国民を萎縮させてしまう恐れがあるとの説明がございました。また罰金と過料の違いについて、前科がつくかつかないかというところが一番の違いになってくる旨の政府答弁がございました。令和3年の修正の趣旨につきましては、修正案提出者から、刑事罰は量刑均衡の観点から明らかに過重であるというふうに考えて修正した旨の説明がございます。以上でございます。河内君。以上のですね、検討会での議論、あるいは感染症予防法の改正の時に、罰金が過料に修正されたという議論の経過を踏まえてですね、農水省にお尋ねをいたしますけれども、この検討会の中で、刑事訴訟法上、罰金というのは刑事訴訟法上の取り扱いになる、すなわち犯罪になるという説明をされましたかということをご説明いただきたいと思います。杉中総括審議官。
検討会の議論の経緯についてですね、ちょっと詳細に説明をしたいと思います。まず昨年8月に生産流通消費や法律リスク管理などに関する有識者や関係省庁構成員とする不足時における食料安全保障に関する検討会を設置いたしまして、食料供給が大幅に減少する事態への対応について集中的に議論を行いました。この議論の中で供給の確保対策につきましては、供給が減少する恐れの段階から食料供給に関するすべての事業者に対して供給確保のための要請を行い、国民生活、国民経済に実態上の支障が生じた段階では、より対策の実効性を高める必要があることから、供給確保のための計画作成を指示する必要があるとされました。また、これら対策の 着実に実施してもらうためのいわゆる担保措置についても議論をしました。この中で食料供給困難事態におきましては、輸入価格の上昇や生産に必要な資材価格の上昇など、事業者にとって損失リスクがあることから、供給確保対策を実行するためには支援策が必要。また一方、食料供給は上昇している、価格は上昇していることから、在庫、輸入、生産量など過少に申告をして、より高値になってから販売するという誘因もあることから、支援策だけではなくて、罰則もついても必要という議論になったところでございます。具体的な条件につきましては、生活に必要な物資の供給を確保するため、供給計画を作成し、届け出を指示する国民生活緊急安定措置や感染症法の罰則、これが20万円以下の罰金であることを示しまして、検討会においても、類似の法令を参考に具体的な内容を決めるべきという議論を行いましたけれども、類似の担保措置がいずれも20万円の罰金であったということから、過料と罰金の違い、またはご指摘にあった刑事訴訟法の内容等については、検討会では議論しておりません。河内君。いろいろ長々と説明されましたけど、結局、罰金というのは刑事訴訟法上の取り扱いになると、犯罪になりますということを説明はされてはいないわけですね。で、科料と罰金の違いについても説明されていないと、しなかったということが今、ご答弁の中にあったわけですけど、なぜ説明しなかったんですかね、そういう厳密なことを。杉中総括審議官。まず条件につきましては、先ほど申しましたようにですね、類似の法令を参考に検討するということが適当であるという議論が行われたということでございます。その上繰り返しになりますけれども、類似の制度として、国民生活安定基金措置法や石油需給適正化法、感染症法においても規定をされておりまして、いずれの法律におきましても、計画届け出違反についての罰則は、一律20万円以下の罰金ということを規定をしておりますので、この類似の例に従うということが適当であるというふうに考えています。本法案につきましても、過去の類似の例と同水準の罰則を設けるのが適切であるというふうに考えています。河内君。今、調査室からご説明いただいた、先ほどご説明いただいたように、本法案は、報告徴収、立ち入り検査の忌避、と届け出指示義務違反が他法と他の法令と逆になっているというご説明があったわけですが、横並びでというふうにおっしゃるわけですけど、食料の緊急事態において、食料の作物、特定作物のですね、増産とかをお願いをする、指示する、要請する、対象の農家の皆さんにですね、従わないと罰金だぞと、犯罪になるぞというのは、私はこれはちょっと過剰に、重すぎるのではないかというふうに思います。過料だと担保措置にそもそもならないと、過料だと担保措置にならないんだと。いう理由がよくわからないんですけど、それ、ご説明いただけますか。杉中総括審議官。一般的にはですね、過料についても一定の担保措置となるものだというふうには認識しております。この上でですね、食料供給困難事態の対策の条件につきましては、繰り返しになりますけれども、類似の法制度等のですね、参考に定めるということが適正であるというふうに考えておりまして、いずれの法律も計画届出違反に対しての罰則は20万円以下の罰金と規定をしておりますので、本法案にとっても一律、
計画届け義務違反につきましては同水準の罰則を設けるのが適切であると判断したところでございます。川内君今図らずも一定の過料でも一定の担保措置になるとこう、ご答弁があったわけで過料で十分なんですよ。で他方と横並びでということをご説明されるわけですが、国民生活安定緊急措置法の15条、生産計画の届け出指示義務違反についてはですね、確かに20万円以下の罰金に、処すると書いてあるんですが、これ限定がついていて、主務省令で定める要件に該当する者を除くという、限定がついています。主務省令で定める要件に該当するものを除くと、これはいかなる意味かということを、今日消費者庁に来ていただいているので、説明していただきたいというふうに思います。消費者庁、藤本政策立案総括審議官。お答えいたします。指定された物資の生産の事業を行う者が、すべて本条第15条の対象となるわけではないという意味であります。例えば、中小零細の事業者にまで生産計画を届け出させることは実行しえないことが多いと考えられます。また、その物資の生産の多くが特定地域に集中しているような場合は、全国の生産事業者を対象にする必要がないということも想定されます。こうした考え方から、主務省令では、指定された物資の生産の実態に即して、事業者の規模を限定することや、場合によっては地域限定、その他必要に応じた事業者の制限が規定されることが想定されております。川内君。だから、ちゃんと配慮がなされているわけですよね、罰金をかけますよという条文を作る上では。じゃあ食料供給困難事態対策法案ではですね、生産者の中で零細な生産者とかですね、除かれるんですか、どうなんですか、すべてが対象なんじゃないですか。杉中総括審議官。ただいま説明がありました国民生活安定緊急措置法につきましては、政令で指定された物資の生産者は、生産計画を主務大臣に届け出なければならないという規定となっております。このためですね、主務省令で定める要件に該当する者を除くという規定がなかった場合には、主務大臣に事業者を指定する裁量はなく、生産関連物資が政令に指定された場合、規模の方にかかわらず、当該生産関連物資等のすべての生産業者が計画を作成、届け出しなければならないということになるため、これをすべての事業者に対し要求することは負担が大きいということから、省令において事業者を限定することとしたというふうに理解をしております。一方、本法案につきましては、主務大臣に届けることを指示することができるという規定となっておりまして、主務大臣は指示の対象者を指定する裁量を有しておりますので、すべての事業者に指示をしなければならないという規定にはなっておりません。生産計画の届け出指示の具体的な対象者につきましては、内閣総理大臣を本部長とする食料供給困難対策本部におきまして、当該本部の下で定める実施方針について指定をするということで、実施方針の中で、計画届け対象の指示等についても決めていくと。なお、本法案につきましてはですね、生産計画を拡大するための生産計画の変更指示に関する規定がありますけれども、当該変更指示の対象者についてはですね、現実的な可能性も踏まえまして、生産者の持つ農地や機械、技術等に制約をされることになっているため、省令において指示の対象者を限定するということとしております。川内君。今のご答弁はごまかしがありますよね。法律上は、食料供給困難事態対策法案はすべての事業者が対象ですよね、法律上は。それちゃんと、そこを聞いてるわけですから。で、それを刑罰を科すのにですね、こっちで選ぶことができるんだということをですね、後付けで答弁されるのはですね、私はそれは、だからそういうことを言ってるからですね、みんなに不安がられるのではないかと、なおさら過料にしなきゃいかんというふうに、改めて強く思ったんですが、今日法制局にも来ていただいてるんですけど、この法案審査の段階でですね、両方過料にする、要するに、報告徴収
に応じない、あるいは立ち入り検査を忌避するのは過料で、届け出指示義務違反も過料、両方過料で、にしたらどうですかねとか、農水省から協議を受けられましたか。内閣法制局、栗原第四部長。お答えいたします。お尋ねの法律案につきまして、農林水産省から私どものところに条文審査ということで持ち込まれた案におきましては、提出されています法案同様の罰則と過料という組み合わせの案になっておったところでございます。で、私ども法制局といたしましては、この農林水産省から提出されました法律案について審査を行ったものでございまして、両方の事柄について、過料に、過料にするといったような案については審査をしておりませんので、この場でお答えすることは困難でございます。河内君。だから法制局の審査の段階でですね、両方過料にするということは審査されておらないと、協議を受けておらないと。で、実際に、議員修正をかけてですね、過料にすることは何ら私は問題がないのではないかというふうに思いますが、手前どもの方からですね、この、担保措置、罰則の部分について、立ち入り検査の忌避、報告徴収についても、ついては過料、届け出指示義務違反についても過料という形でのですね、修正をさせていただこうということで、今、準備をしておりまして、ぜひですね、委員長、手前どもの方から提案があったら、与野党で十分、議論をしてですね、農家の方が実際に、この規制を受ける農家の方々が不安がないようにしていかなければならないというふうに思うので、理事会でしっかり協議をするということをお約束をいただいておきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。はい、仮に修正案が提出された際は、与野党で、しっかりと議論していただく、それをしっかりと理事会の場で、議論をさせていただきます。委員長。河内君。で、大臣、いただきたいんですけど、この罰則の部分についてはですね、そういろいろご説明されたけれども、検討がですね、やや不十分なんじゃないか、不十分じゃというんじゃない、やや不十分じゃないかというふうに思うんですよ。食料を確保することは大事だと、農業も大事だと、だけど、それは農村がなければ、そこに住まう人々がいなければですね、成り立ちえない議論になるわけで、そういう意味で、農村にいらっしゃる人々に不安を与えない、犯罪な、あんたたち、届け出出さないと犯罪になりますよみたいな話ではなくて、過料という行政罰になるけど、協力してねと、だから協力してねということで、私は十分だというふうに考えるのでございますが、ちょっと検討が不十分だったねと、やや不十分だったねという私の考えについては、大臣はいいやと、いや、十分だと、何言っとんじゃ川内はというふうにお思いになられるか、最後、ご答弁いただけますか。坂本大臣。この事態法を作成するにあたりましては、農業団体の代表者、あるいは民間団体の代表者、企業の代表者、学識経験者、こういった方々9人からなる、検討委員会を作らせていただきました。座長は参考人としてお越しいただきました名古屋工大の渡辺健二先生でございました。そこで、6回の検討を行いました。そして行って出たさまざまな意見をそれぞれ11の地方農政局のブロックで説明会を行っております。意見交換会も行っております。そこに、生産者の皆さん方もあるいは流通業者の皆さん方も全部来ていただいて、トータルで200回以上にはなっているというふうに私も聞いておりますので、私は十分な意向聴取、意見聴取、そういったものをやった上で
今回の事態法の案が出来上がっているというふうに感じ、というふうに確信をいたしております。川内長、大臣ね、お上に対してなかなか物を言うというのは大変なことでございます。で、決まった案を説明して、農家の皆さん方の中には大変な不安が広がっているというふうに聞いております。だから私ども修正案を提出をさせていただいて、与野党で議論させていただこうというふうに思っておりますので、もし修正されたならばですね、大臣としてそれをしっかりと受け止めていただきたいということを最後に申し上げて、私の質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。